平成24年2月19日8時42分伏施郷のバス停です。今から阿弥陀山に向かいます。ここは東郷山と阿弥陀山の駐車場です。神社がありますね。八幡宮さんです。山が奉納されていますね。さあ山の方に向かいましょう。まだ道標はありません。東郷山の方向ですが隠れてますね。こっから雪ですね。何の動物の足跡でしょうかね。点々点とあります。さあ古いですが阿弥陀山の標識見つけました。つららです。9時7分どっちかな。アイデンをつけました。9時9分です。遊歩道入り口と書いてありますね。行きましょう。9時10分、すぐに山道の入り口になりましたね。入っていきます。足跡ないですね。雪が柔らかくて8センチぐらい沈みますね。給水塔があります。アイゼンつけていますが急坂ですね。ピンクリボンあるからちょっと安心ですね。倒木が多いですね。難儀しそうです。倒木を抜きました。日が当たっていますが手が冷たくなりましたね。木の上から雪落ちてきますよ。植林帯の道はなんとか行けそうですね。倒木がないと楽です。茨もなくなりましたかね。結構急です。下山の時に苦労しそうですね。9時32分雪が柔らかいですね。そして足跡がありません。こんなところに標識がありましたね。曲がるんですね。丸いのは何でしょうかね。9時43分です。溶けた雪が落ちてきますね。だいぶ上の方に来ましたね。車道はまだですよ。ここ登るのかな。ピンクリボン見つけました。そこにもあれ車道ですね。9時54分すぐに車道になりましたね。最後は急でした。待ったの嘘みたいですから、ここ落ちちゃいけませんよ。こんなに急ですわ。そしてあそこ登るんでしょうね。ああやはりあそこ回った人いるんだな。反対からの道も足跡続いていますね。さあ9時57分、人の足跡かもったら動物の足跡ですね。出会えるかもしれません。さあここ登っていきますよ。手すりがあります。10時3分阿弥陀山の案内板ありましたね。
先ほどの標識見えます。昔は直通してたんでしょうね、ここ。うわぁ、山が。あの辺りは天井山のはずですがね。さあ、ワイヤーがありますね。白い雪です。まだ足跡がついてませんね。降ったんでしょうね、昨日。あれは茶色いけどワイヤーじゃなくてナイロンロープですね。登山者用と判明しました。10時10分です。目を休めましょう。谷の向こうに赤い鉄塔見えていますね。そして西峰山頂の電波塔見えています。向こうは車道があるんでしょうね。岩がありますね。結構息が切れますよ。雪山大変です。ここから少しなだらかそうですね。お、木にも雪がついてますね。そして青空が見えていますね。空が開けました。どうでしょうか。なんかベージュの建物が見えてきましたね。あそこでしょうかね。ワークローシャケがつきましたね。雪がありますよ。展望台です。10時19分、阿弥陀山山頂です。837メートルです。特に北の方は青空ですね。さあ、展望台上がってみましょう。雪があるからアイデンあっても大丈夫。お、これは雪が綺麗な展望台ですね。足跡がないです。2月19日837メートル阿弥陀山からの眺めです。西峰は900メートルあります。電波塔があります。車道があるんでしょうね。勝成山が見えますね。三倉岳でしょうかね。東の方向になっていきます。東郷山、残念、木が座ってますね。360度回りましたが木が結構邪魔です。さっきのは勝成山じゃないかもしれませんね。どうも、あれが羅漢高原に行く道なら津田湾のあたりでしょうかね。2月19日10時30分の阿弥陀山からの景色です。西峰が見えています。現在標高837メートルです。東郷山は車道のところからもう一度見ましょう。さあ、下山しますよ。西峰に続く道です。結構やぶがあったと書いてありましたね。今日は行きませんよ。犬の声が聞こえます。急ですね。岩のとこですね。
下りは早いです。もう展望場まで来ましたね。もうすぐ手すりが見えましたね。雲が増えてますね。登山時は日が照っていたから、あの時もっと映しておけばよかったですね。残念。お、動物の足跡多いですね。ちょっと南の景色を見に行きましょう。あそこは極楽寺ですね。団地もあります。雪で屋根積もっていますね。そして、あ、瀬戸内海見えてますね。島が見えています。そして伏瀬郷の集落ですね。瀬戸内の向こうに灰ヶ峰や野呂山見えてるんですかね。伊下山もあるんでしょうが、ちょっとかすんでいます。そして鈴ヶ峰が見えてるんでしょうね。あれは山田の団地でしょうか。団地をズーム。こう家の屋根がありますね。鈴ヶ峰かな。白川の方から動いて、あれが窓ヶ山でしょうね。西峰と東峰があるはずです。さあ、山道まで戻ってきました。10時54分です。本当に曇りましたね。さあ、今度は足跡を取ってすんなり歩きましょう。でも急坂です。ここだけはまだ白いですね。さっき別の道をちょっと待ってしまいました。さっきは向こうに行ってしまいましたが、足跡と合流しました。11時5分です。アイデンつけてるけど要注意ですね。さあ、標識で曲がります。薄暗い植林帯です。木があるから滑っても掴めそうですね。さあ、給水塔まで降りてきましたよ。静かですが鳥は鳴いています。曇りましたね。体は暑いですが、さあ、広い車道に戻りました。さあ、この先でアイデアを外しましょう。静かですね。日曜日です。アイデア外しました。標高が低くなったからもう峠は見えませんね。ガマの方があったんですね。凍っています。さあ、八幡宮に戻りました。公園内にも足跡がありますね。結構雪深いですよ。11時30分です。今日はこれで完了です。山を振り返っています。